つ合わせたらめっちゃいい長さになりそうな確かに気がします。あ、やばい、ハプニング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 、切れた。あ、まだやってた、ひーさん、まだやってます。あと1点あるので、そうなんです、はい。低身長では長くないですか。でもあのね、この商品 の、 あの考えているバイヤーさんは153センチのスタッフなので、切れてたと思いますよ。昨日上げてた気がするな、うん、上げてた ね、 ね、 てたね、はい。そして多分あるんちゃん、低身長の、あ、ありますね、動画もあるのでお待ちください。はい、よし、とりあえず出ようかな、うん、はい、とりあえず残り、はい、わお、かわいい、わお、わお、ふわふわしてる ね、 ね急に今日カジュアル要素強めなのが多かったんで、なんか確かにカチッと感と。じゃあ最後の品番いきますね。はい、ボリューム袖ドッキングワンピース、品番が E の2917、はい、E の2917、はい、E ちゃん着ているのがブラック×オフ、はい、はい、そして手に持っているのがモカ×ベージュ、はい、はい、そして花ちゃん着ているのがブルー×オフ、はい、かわいい、こんな感じです。イエイ、イエイ、はい、全部で3色展開になっております。お値段いきます、じゃじゃん、3200円、イエーイ。そしてこちらも9月15日の水曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。じゃあどうぞ。はい、これはですね、あのね、ここの素材がまずまたまた段ボールっぽいというか、ね、ファイバーっぽいというか、かなんか素材感がそんな気がします。なので私最初普通にシンプルにスウェット素材かなと思ってたんですよ、商品ページ見た限りでは。でもちょっと光沢のあるつるっとした高見え素材やなと思います、うんうん、はい。であのお袖がね、お袖はまた異素材切り替えるので、ちょっとシャツっぽいかなりボリューム感のあるポワンなお袖です、うん、はい。これは袖だけでもめちゃくちゃ可愛くって、であのここがジャストでこう切り替えになってる感じもまたね、すっきり見えしていいですよね、これもね。そうだね、はい。で、丈感は私で、まあ、くる、足首は丸見えですけど、ちょうどふくらはぎのとこ、太いところは隠してくれるので、なんかこれにショートブーツとか合わせてちょっと肌見せしてあの着るっていうスタイルもいいかなと思うので、私は丈感、私高身長気味な方ですがいけるかなと思います。でこれで嬉しいのがポケットがついてるんです。大きい、そう、手首もまですっぽりいけるポケットがついてるので、はい、これもすごく使いやすいような気がします。でこの部分がねダイバー系なので、あんまりシワになりにくいかなと思っていて、まあ、お袖はちょっと綿っぽさがあるので、ちょっともしかしたらシワできる可能性はありますが、でもそれもこのねギャザーとかが寄ってる分、もともとちょっとこうラインが出るというか、くしゃっと見えるというかっていう感じなので、シワそこまで気にならない気がします。はい、これシンプルなのにめっちゃなんか一癖あって可愛い気がします、私は。はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、まあね、私が来たら太って見えちゃうか心配って、あつこさんも。これはでもね、もともとラインがすでにこういう感じ、ね、A ラインというかセミフレアラインというか、うん、横もちょっとこうダイバー素材なので、ちょっと立体感がある感じなんですよね。なのでもし気になる場合はこういう感じでウエストマークしてもらうと、このくびれのラインとかが出るのですっきり見えると思います。うん、はい、はい、うん、ね、それシャカシャカしますか、ジミーさん。しないんです、これが素材なんですか。素材はね、ここや、ね、ポリエステルが 65%、綿が 35%、うん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 、やっぱり綿が入ってる分全然シャカシャカ感がない。多分これがナイロンとか入ってたら結構シャカシャカするんですけど、確かに、ね、全然これは大丈夫です、うん、妊婦さんにもね、いいですね。良いです、これもうこれは間違いない。丈ちょっと上がるかもしれませんが、うん、良さそうですね、うん、見てくれないと思います。なので低身長の方が見たいです。お願いします。です、うん、うーんと、はい、152センチさんだと
こんな感じです。スニーカーでもいけてますね。ほんまやね。高身長さんは、はい、168センチ。あ、靴下とか合わせてもいけますね、全然ね。確かになんかレトロな感じで、可愛い感じ。可愛いですね。こんな感じです。それじゃあ原ちゃん帰ってきたらもう一色着てきます。はい、あの、原ちゃんのレジが見えてる。あ、じゃあ次私が着替えてくるかな。そうですね。で、私ブルー着ましょうかね。ではない、ジャケットとかを合わせたらこんな感じになります。うんうん、ちょっとあの、このワンピースのポイントは、はい、多分このお袖がポイントかなと思うんで、はい、アウターを着てしまうと、まあ、上で隠れてしまうんですけど、うんうん、なんかライダースとか着てたら、はい、なんかかっこいいシンプルなお嬢さんって感じ、うん、まあところが脱いだらどっこい、どっこい、どっこい、ちょっとレディーというか、レディーですね、可愛らしい雰囲気が出て、はい、うんうんうん、なんかね、その日で2タイプの印象を、はい、見せれる、うん、っていうのも面白いね。そうですね、うんうん、じゃあ着替えてきます。はい。で、袖口はゴムでしょうかって言ったやつですが、こうちょっとちょい伸びな感じのゴムです。ゴムなのでこう上げてもらって全然止まりますね。こんな感じです。はい、ホテルディナーにはカジュアル、そうですね、まあ、ダイバー素材なんで、黒だったら黒はいけそうですね、うん、全然、うん、いけそう。その何でしょう、本当に結婚式の二次会とかパーティーシーンに着ていくようなワンピースじゃないといけないようなホテルランチとかディナーだったらあれだけど、うん、はい、割とその私服 OK ですよっていうドレスコードがないようなホテルだったら全然いける、うん、はい、そうですね、うん、ちょっとホテルにランチとか、うん、そういうのでもいいですし、私いけそうな気がします。これにちょっとネックレスとか、そうそう、ね、小物でピアスちょっと大きめのしたりとかで、髪の毛こうピタッとタイトにまとめて見るとかして、なんかグッときれいめにするといけそうな気がします。うん、はい、あ、手首出した感じ好きです。そうですね、また雰囲気が変わりますね。保安感とこの袖のボリュームが変わるので雰囲気変わりますね。あ、マンさんがね、うん、ベーブ体型ですけど、はい、なんかニプさんみたいにならないって。私ベーブですが、うん、どうですか。あのね、ちなみにコメントで、うん、結構その妊婦さんっぽくなっちゃうなとか、うんうん、太って見えちゃうなってコメントをいただいてるんですけど、はい、あのそう、スタイルアップして着られたい方は、うん、確かにこういう形は、うんうん、あのその体型っていう意味で、はい、あのちょっと苦手な方もいらっしゃるかもしれないですけど、はい、こういうふわっとしたデザインがおしゃれだよね、かわいいよねっていうシルエットも結構ワンピースとしてたくさん出ているので、うん、まあそれが嫌だと、うん、まさにこれ今日はイーちゃんが私の顔をこれちょっとしたいなずっと狙ってたんですこれなんかあの私もこれはよくするからね、うん、バックでそのスタイルアップを見せるっていうのが一つですかね。そうだね、あとはウエストベルトさっき話しましたね。でも正直、うん、でこの可愛さはこれが可愛いかなってこれですね、うん、思うと、うん、そのどっちを取るかですね。そうですね、デザインでなんか今っぽいというか、うんうん、おしゃれな形がやっぱこういうものっていうふうに取るのか、うん、自分の体を細く見せる服がを取るのかどっちかっていう感じかなって思います、ね、うんうん、私はめちゃくちゃこれ好きなので、私も好きです。骨格ウェーブでなんかそのスタイルアップは他で測れるので、うん、そういうのとか、うん、ね、ネックレスしたりとか、うん、多分髪の毛アップとかしてもまた雰囲気変わると思うんですよ。変わると思うなのでそれでより幅が広がる気がしますけど ね、そうだね、はいはい、じゃあ違う色着てこよう
ージ似合ってる、ありがとうございます。ベージュ可愛いですね。まあ、でも一番細見えそうな黒かな、やっぱり、うん、やと思います。締め色、ね、ここの縦のラインが出やすくなるから、うんじゃあ私もあのカバンを拝借しようかしら。でもね、それあの靴が黒いから、靴が黒いから可愛いんちゃうかな。今日私の私物の私服で着てきたカバンでござる。ござる。私は結構ね、あの花ちゃんワンピとかもどっちか言ったらゆったりしたワンピースで作ったんですけど、うん、あの結構ね斜め掛けしてるとやっぱカモフラージュされるんですよね。ちょっとふんわり感とかニープさん感が。なんか斜め掛けとかはね結構おすすめです。スニーカー合わせ、じゃあイーちゃんに次スニーカー合わせにしてきてもらおうかなと思います。うんうん。あ、もうすぐ40だけどベージュかブルーなら着れるかな。あ、え、全然どっちの色もいけるし、黒もなんならいけると思います、はい、うん、全然気にしなくて大丈夫です。はい。お胸があると目立つ。今日私はね、なんとパッドをパッドをしてきたんですよ。すでに久々のパッドをパッドをしてきたんですよ。すでにですか。だからガチでいつもよりは大きいはず。ちゃんとちゃんとインした方がいいか。仕込んでくるのがさすがですねよ。いや普通にね、普通に仕込んできただけです。後でじゃあエアボインしますね。うん、はい。目立たないと思いますよ。お胸の大きさが目立つかって言われた、目立つか目立たないかで言ったら多分あの。リブニットとかの方が目立つと思います、大きさは、うん、そうですね、ただよりゆったりしたシルエットにはなると思うので、やっぱりそれこそこういう斜め掛けとかをするのがあのよりスタイルアップするっていう意味でいくとポイントかな、こういうのがって思います。うん。あ、お腹出てなくてもこういうワンピニープって、うん、わかりますわかります。話を言われたことある。あの妊娠してない時期にね、うんうん、でもね、そう、花ちゃんはそれが好きだったからね、はい、かわいいスニーカーですね。はい、スニーカーですね。私でもスニーカーをして着れますね。良き、うん、じゃないかよ。めっちゃ楽なんですよ、このワンピース、うん、だからなんかあの楽して可愛いを求めてる人がいい、ね、めっちゃいいと思います。うん、うん、そうだね、うん、あ、お宮参り OK か気になりますってあるんですけど、お宮参りも、お宮参り、お宮参りってもうちょっとカチッとイメージなんですけどね。私確かにあれですよね、あの赤ちゃん生まれお宮参り行った、私行ってたんじゃないですか。行ってたと思います。花ちゃん自分の黒、こういうワンピースで行きましたね。花ちゃんワンピで行った。花ちゃんワンピで細ベルトして行きました。ベルトしたらいいかも、うん、だからちょっと綺麗めに見せるんだったらやっぱり、うん、やっぱりゆったりよりかは、はい、細いこうラインが出る方が綺麗めには見えるので、ベルトしてだったら全然いけるんじゃないかなと思います、はい、あとは黒かこのベージュの方がもしかしたら、うん、ドレッシーな感じは演出できるかも、はい、ブルーよりは、はい、はあ、ちゃん骨格わかりますか、チーノさん。ね、我々の見解では、うん、見解、私たちの見解勝手に言ってるだけの見解、多分ですけどストレート寄りのナチュラルか、なんかね上ストレートっぽさもあるんですよね。そうなんですよ、上の例えば首の短さとか、あとはこの鎖骨の、鎖骨というよりかここの胸の板、うん、ここ厚み、あと鳩胸、そうそう、鳩胸なんです、ここ私ここ全然ないんですよ。そう、いいちゃんこうへこんでるけど私はどっちかというとこう出てるから、うんうん、ここは結構ストレートかなって思ってます、うんうん、ただなんかここから胸から、うん、あ、あっちに中央の中行っちゃう。どこ行った、どこ行きました、危ない、あれあれどこ行きました、あれ私脱いで、あ、またあれ、よかったよかった、ありがとうございます、よかったよかった、全然私は気づいてなかった、今ありがとうございます、さっきコメントで忘れ物って、あ、ありがとうございます、ありがとうございました。はい、何言ってたっけ、骨格のこと、あ、そう、骨格ね、はい、なんですけど、なのでこの辺は結構、うん、あの上半身に重心があるって方は私結構あの参考にしていただいてもいいんではないかなと思います、うんうん、ただこっから下はね
ストレート感はあんまないかな。そうですね、ここはなんか、うん、はるちゃん、私のなんとなくの印象ナチュラルっぽ い、なんか別に張ってるわけでもないし、そうそう、なんかストレートさんでここの前張りが気になる人も多いっていうけど、うん、そんな張ってなさそうやし、で私のふくらはぎはね太いんですよ私、うん、どっちか言ったら、うん、なんかストレートさんはふくらはぎが細いイメージ、うん、太ももで張ってキュッてしてるイメージですよね。私は逆で結構ふくらはぎも太ももも同じような感じの、うん、太さなので混ざってそうな気がします、ね、はい、皆さん気づいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ、こんにちは。首周りの悩みはチクチクしませんか、ひみさん。私はしないですよ。後ろこういう感じなんですけど、なんかね、生地自体はまだ柔らかめですよね、うん、なんかね、ダイバーだからといって硬いわけじゃないので、うん、はい、あの裏も大丈夫です。はい、はい、そして洗濯できますかってあって、髪がどうかな、多分手洗いな、手洗いっぽい、あ、違った、洗濯行きます、うん、洗濯行けた、 お洗濯行けますので、めっちゃいいですね、うん、おしゃれ着コースで洗濯してくださいね、はい、うんうん、はい、後ろ姿見たいです。じゃーん、で360度ギューンって感じです。はい、はい、そうだね、もう終わりそうですね。お花さん今来ました、こんにちは。もうそろそろ2時間半ぐらいしているので、はい、洗濯いきます。欲しい、ぜひぜひミルキーさん、あ、うん、キートテック、キートテック袖の部分透けちゃうかなっていただいてるんですけど、そうだね、ベージュを着ましょう。いいね。ナイス。ベージュを着ましょう。ナイスアドバイス。黒はダメ。ベージュを着よう。うん、これは。そうだね、はい。ベージュだったら肌の色と一緒なので、うん、透けてもね、全然違和感ないと思います。うん、はい、ちなみに裏地はありますかってあるんですけど、裏地はございません。うん、はい、ただ生地がそれなりしっかりしてます。うんうんうん。素材。よいしょ。しかもね、裏がね、こういう感じでつるってしてますね。そう、外側の生地とね、ちょっと違うの、ほら、で、結構しっかりしてる感じの生地感です、うんうん、はい、うん、で、色もね、前色とも濃いめというか、うん、はい、薄い色ではないので、うん、まあ、インナー入れていただかなくても透けないんじゃないかなとは、うんうん、思いますよ、はい、はい、タイツ履いてもベタベタくっつくない、くっつかないのかな、つかなさそうな気もするんですけど、うん、でも生地の相性にもよるので、うん、それは何とも一概には言えずなんですけど、うん、あの静電気防止スプレーとか振っていただくのが結構おすすめではあります。はい、はい、ね、いいじゃんね、ベージュ着てほしいってあるから、最後じゃ あ、 OK です、ささっと変えようかね、はい、うん、犬の毛つきそうかなってあるんですけどね、ワンちゃんの毛はつきやすいワンちゃんとそうじゃないワンちゃんもいるので、つきやすい子はね、何着てもつくんですよね私実家で飼ってるワンちゃんはどっちかというとめちゃくちゃつくんですよ。そうか、だから全然もう、あの、私はついてもどうせコロコロするんで全然いいんですけど、でもまだつるっとはしてるので、こうやってしたらまだマシではあると思います。普通の綿系 の、 あのスウェットとかパーカーとかでもベターってついちゃうよりかはちょっとマシな気がします。はい、うん、あ、そろそろ静電気防止スプレー活躍する時期、そうですね、確かに、うん、いりますよね、やっぱりね。はい、ね、はるちゃんは黒を着てきたんですけど、その前にアウター着れますかって質問あったのでアウターを着てきました。さっきライダースを羽織りました。そして今トレンチコートを羽織りました。めっちゃ綺麗なですね、うん、まあ、やっぱりね、袖がやっぱこれポイントかなと思うので、アウターを、あ、もうダメだ、よし、やばいやばい、すいませんはい、顔が赤くなっちゃったそう、あの、お袖が結構ポイントかなって思うので、何もなかったかのように話したっていうそう、だから、あの、お好きなね、アウターを着ていただいたら比較的シンプルなので、なんかもう普通の無地のワンピースと思っていただいたらいいかなって思います。あと、うん、ベストとか可愛いんじゃないか、あえて、あえて
ニットのベストとかゆるっとしたベストとかは上から着てももしかしたら可愛いかもしれない。ちょっとちっちゃいかな、着るかな、うん、お袖がねゆったりしたベストだったらもしかしたら可愛いかもしれない。ちょっとお袖の秋が窮屈なニットベストだったらもしかしたらあれだけど、あ、いけた、いけた、あ、お、全然違うものに見えますね。可愛いやん、いいやん、すごい、え、いいやん、めっちゃいいやん、全然違う服になりました。めっちゃいいやん、そうね、全然違う服になったけどでもこうやって着回しはできるっていう、そうですね、うんうん、ニットベスト合わせたら全然雰囲気変わりました。はい、お、はなちゃんこのハッピーに合わせてくれてる、ありがとうございます。可愛いです。そしたらなんかね、あの上半身に重心がある方でもじゃあ似合うかもしれない。見たことでここがジャストだから、ね、あ、そうやそうや、確かにここがジャストやからすっきり見えるんだわ、ね、うん、見えるんだわ、見えるんだわ、はい、いいじゃないか、ね、ベースハウスいいですよ ね、ほら可愛いか、この前にもいろいろ着こなせるそしてジャケットはね、もう、あ、もちろんそうなんですけど、はい、肩掛けしてブラウスをこうやって見せるのもおしゃれ、うん、いいですね、うん、今の時期とかいいかも、いいと思います。これだったらね、パーティーシーン、カジュアルなパーティーシーンとかでもいいかも、うんうん、はい、ちょっとクラッチバッグとか持ってね、はい、うん、ということで、はい、最後ちょっとバタ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 行きましたが、はい、お、すごい、ベストとワンピ、色がぴったり、ぴったりです、うん、めっちゃぴったりでした、びっくりするぐらい、アナちゃんにも着てほしい。じゃあ、イーちゃんのベストを拝借しよう。どうぞ。まだブラックとベージュ2色買いしちゃおうかなと。ありがとうございます。ありがとうございます。まさにこの2色はめっちゃ使いやすい。安いですね。かわいい。かわいい。ベージュもかわいいですね。ベージュかわいいよな。なんか、あれベージュってなってきた。ノーマークだった。でも黒かな、私は。でも最初に黒を着てきたイーちゃんはほ、うんまに可愛かった。そうですか、似合ってた。私も買います、それはそれ言われたらめっちゃ似合ってた、買いますってなりますね。可愛いって思っちゃった。あ、可愛い、はい、うんうん、このような感じです。お、あ、いいですね、いいじゃないかよ、良さそう、また雰囲気全然変わりますね、うん、変わるね、うん、でも私黒のベストとか好きかも、うん、あえてね、あえて黒でちょっと素材違い、うん、そうで、うん、素材違いにしてお袖から白が出てるっていうのをしたいかもしれないです、うんうん、はい、はい、しかも前もしかしたら頬の方がもしかしたらいいかもしれない。あ、そっちも可愛いと思いますよ、ね、可愛いかも、うん、はいですね。そしてね、あの、はなちゃんのイエベブルベですかっていうのがあるんですけど、あさってかな、あさって、はい、見に行くのでまた決まったら、決まったらっておかしいな、見てもらったら報告しますので。でもなんかこの前ね、来てもらった時に、ね、うん、予想してたんですよ、2人で、うん、なんとなく春っぽいなと言ってましたけど、春っぽい、まだ分かんないですよ、まだ分かんない、ちゃんとしないと分かんないけど、はいはい、という感じで、じゃあ今いーちゃんがね、はい、今日の商品をちょっと並べてくれているので、はい、おさらいしてその後おしゃべりコーナーちょっとだけして終わろうかなと思います、はいはい、ね、ベージュかわいいです。そう、いーちゃんは白黒推し、白黒推し、まなちゃんも白黒かベージュやけど多分ベージュの方が似合ってたんやろうなって思う、顔写りとか、うん、なんかしっくりきた、うんうん、ベージュが個人的にはなんか柔らかさが増した感じがします、うん、私はクールになりたいんですけどねちょっともうちょっと痩せたらクールになれるかな